レーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こっちだ。予定と違う客か。おい、こいつらなんだ。コンテナに物はなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいないものは即時撤収。おい、こっちだ。上等だ。Bem-vindos a mais um episódio do The Man Who Erased His Name. Super da hora. A gente vai começar um pouquinho nas... Parece tarde, moço. Como sobrou a recolha. Pronto, quebrou o taco. Incrível. Eu só pedi uma coisa pra esse cara, não tinha pedido mais nada pra ele. A única coisa que eu peço ele não faz. Sua vez. Tô. こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ。行くぜ。何を。花輪。やめろ。そいつはな。よし、乗せろ。花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら、私をさらおうと。でもなんで。花輪。ええ、自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、
よく言った。Queria saber quem são os verdadeiros homens misteriosos. Cara que apagou o próprio nome? Os caras mascarados. Tem uma máscara também, é bem maneiro. Um tanto de raposa pra nós. Bateu um papo com ele depois. Tá com sinistro.大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は、彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花はさん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。不当で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んだ3人は金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。キリュウ、どうしました？いや、何でもねえ。Os agressores de ontem à noite devem ter percebido que ainda estou vivo. Posso ter problemas se a Daidoujo souber disso. Hanoa、昨夜の目出し棒たちが誰か当てはついたのか？疑わしいのは、今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが、改めてその革命家に問い合わせたところ、全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に水。CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ？
我々の仮説としては全く正体不明の何者かミスター X が革命家になりすまし CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんとこの私をさらうこと。あんたを何のためにそれがさっぱり。私は組織のしがない末端で大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ昨夜起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために大道寺が総力を挙げると思えねえが痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。ん？桐生さんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男にはこれ見よがしなのがね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。彼らが昨夜の襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか。もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨のやつがいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X につながる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか。その代わり俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たらこっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかしてまた私が襲われないかと心配を。だとしたら感激です。まあそうかもなどうも違ったようですね。ともあれ気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。Obrigado por terem assistido. Vejo vocês na próxima. Um abraço de apoio para todos vocês. E até lá.